こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では服を手放すタイミングについて、僕なりのこういった基準で手放しているよというですね、考え方を皆さんと一緒にシェアができればなというふうに思っています。服を手放すってなかなか心理的なハードルが高いのかなと思っています。僕はですね、スタイリストの中でも割と服をですね、新しく買わせるというよりは、今持ってる服を一旦リセットしてもらって、そこから新しい服を足りてない分だけ買い足してもらうということをすごく重視するスタイリストなんですね。ですので、以前はですね、結構お客さんのお家に行ってクローゼットの中をですね、診断させていただいて、これはいる、これはいらないという形で仕分けをするようなことも結構やったんですね。そして僕自身も一人の服好きとしてですね、いろんな服をですね、常に買っているわけなので、気づけばですね、クローゼットの中がパンパンになるわけですね。ですので、定期的に断捨離をしたりする必要があるわけなんですが、そういった時にやっぱり捨てるのって心苦しかったりするわけなので、どういう基準で手放すのか、こういった部分をですね、しっかりと持っておくとすごく手放しやすいかなと思うので、どういったタイミングに手放すべきなのかというところを、今回は5つのポイントに絞ってお話をしたいなと思ってますので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとか、あとはコーディネートについては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルというものがありまして、そちらで解説をしています。こちらはだいたい週に 3,4 本ぐらいのペースで、撮って編集しないでそのまま上げるという形で、かなりリアルタイムの情報を重視しながらお届けをしています。僕が買ったものをですね、そのままご紹介したりだとか、あとはですね、ちょっと凝ったコーディネートなんかもですね、ご紹介することが多いので、こちらのですね、ベーシックな内容よりももう少し一歩進みたいなという方は、ぜひですね、メンバーシップチャンネルの方もこちらの動画の下の解説欄にですね、リンクを貼っておきますので、確認をしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目の服を手放すタイミングとして僕が重視しているポイントなんですが、これはですね、こんまりさん風に言うと、ときめくかときめかないかという基準なんですね。男性としてはですね、ちょっとなかなか縁が遠そうな言葉なんですけども、やっぱり皆さんの中にも少しは思い当たる節があるかなと思うんですね。クローゼットの中にいろんな服がかかっていて、その中で手に取った時に、これはちょっと着た時にワクワクしないなとか、ときめかないなっていう服もあったりするかなと思うんですね。そういった気持ちが強くなってきたら、僕は手放すようにしてるんですね。これは具体的な例を出した方がいいかなと思うので、ちょっと皆さんに物を見せながら解説をしたいなと思ってるんですが、こちらですね、僕の動画の中でも散々ですね、ご紹介してきたエアマックス97なんですけども、おいおいそれ手放すのっていうふうに思った方も少なくないかなと思うんですが、僕の中ではですね、去年めちゃくちゃこちらは好きで履いたスニーカーの一つなんですね。それこそ1週間の中で5回ぐらい履いてたかなというぐらい、ヘビーローテーションをしていたわけなんですが、これは僕の中での大きな反省なんですけども、どんなに気に入ってるものもあまりに使いすぎてしまうと飽きてしまうんですよね。僕の中ですごく使い勝手が良くて、セットアップのスタイルからカジュアルなスタイルまでいけますし、季節も関係なくてですね、ショートパンツにこういったエアマックス97もすごく合いますし、もう本当にね、様々なスタイルに合いすぎるので、僕はですね、かなりヘビロテしたんですね。見ていただくと、かなり汚れも目立ってきてるかなと思います。黒い部分もですね、履いたら必ず僕はですね、手入れするようにしてるんですが、ちょっと黒の深さがなくなってきてるのもわかるかなと思いますし、あとはソールの部分がホワイトなんですけども、どうしてもですね、こういったちょっとしたグレーがかった感じが出てきてしまったりだとか、経年変化が出てきてるかなと思っています。それでもまだまだですね、使えるかなと思うんですが、僕の中ではちょっとですね、履いていて気分が上がらなくなってきたなというのが、Air Max 97なんですね。もう少しですね、反省点としては、何足かで回した方が良かったかなと思うんですね。ニューバランスがあって、アディダスがあって、ナイキがあって、革靴があって、みたいな形で、ローテーションを回せば、一個ずつのですね、飽きって、やっぱりある程度は時間を稼げるんですが、あまりにですね、一つばっかりを履きすぎてしまうと、気持ちがですね、ときめかなかったりだとか、履いていてテンションが上がらなくなってしまうので、そろそろ Air Max 97は手放すタイミングなのかなというふうに思ってます。
これはですね、結構見ていただいている方にも共通する項目かなと思うんですが、男性って気に入ったものがあったらそればっかりを着たりだとか履いたりするわけなんですね。僕自身もその傾向があるんですけども、そうなるとどこかでときめきみたいなものがですね、なくなってきたりだとか、ワクワク感みたいなものが出てこなくなってくるので、それはですね、避けた方がいいかなと思うので、いくつかのアイテムをローテーションすることはすごく大事だなというふうに感じています。まあそろそろですね、僕の中では新しいスニーカーを取り入れた方がいいかなという時期なので、このエアマックス97は一旦ですね、距離を置いて、また数年経って新鮮な気持ちで、このエアマックス97と出会えたら、まだ買ってみたいなというふうに思っています。ということで一つ目は、着ていてときめかない服。これは手放すタイミングかなというふうに思っています。はい、続いて二つ目の項目なんですが、これはですね、服ってどうしても着ていると洗濯をするわけなので、そうなるとですね、色が褪せてきたりだとか、くたびれ感っていうものが出てくるんですね。まあそういったものが目に見えてわかるようになってきたら、もう手放すタイミングかなというふうに思ってます。まあ先ほどもお伝えした通り、男性って着慣れた服が好きなんですね。ですので、新品のものもいいんですけども、すごく好きな服を何度も何度も着て、それがですね、自分にフィットしてきたら、そこからなかなか抜け出せなくなってしまうかなと思うんですが、自分にとって愛着があるという服がですね、他人から見て清潔感があるかどうか、また別問題なんですね。まあこれは古着なんかにも言えるかなと思うんですが、古着ってやっぱりですね、味があってかっこいいんですけども、それは自分の中の価値観であって、外から見たらなんか古臭くて清潔感がないなと思われることも少なくないので、この着古した感じというところは、一つですね、シビアに見ていった方がいいのかなというふうに思っています。これも具体的なアイテムを見せた方がいいかなと思うんですが、これはですね、僕がもうどれぐらいかな ?1 年半ぐらい履いたかな、ユニクロのブラックジーンズですね。まだまだ綺麗は綺麗なんですけども、まあ見ていただいてわかるかな。まあお尻の部分とか、やっぱりこう座ってる時なんかにですね、どんどん擦れてくるので、ちょっと色が白くなってきたりだとか、ちょっとくたびれた感じが出てくるんですね。あとはですね、膝とかのあたりですね。まあまだまだ綺麗なんですけども、膝の部分もちょっと白くなってるのわかりますかね。まあこういったちょっとした経年変化ですね。まだまだこれは悪い方ではないかなと思うんですが、まあこういった部分が出てきたら、まあやはりですね、買い替えるタイミングかなというふうに思っています。まあブラックジーンズというのはメンズファッションにおける一つの定番的なアイテムなので、まあ長く履こうと思えば本当に3、4年とか履けるんですけども、それにしてもですね、定期的に入れ替えてあげることは大事かなと思ってますので、まあ生地の部分が伸びてきたなとか、買った時のサイズよりもだいぶですね、緩くなったりだなとか、あとは生地がですね、ブラックにしても白っぽくなったりだとか、T シャツの色が真っ白ではなくて、ちょっと黄ばんできたりだとか、そういった経年変化が目に見えてわかるようになってきたら、これはもう買い替えのタイミングかなと思っています。まあ年数で言うとどれぐらい使うかによってまた変わってくるんですが、やっぱりインナーとか肌につくようなものに関しては、1年とか1年半ぐらいが一つの目安かなと思っています。まあジャケットだとかコートだとか重量に関してはまあ3、4年ぐらいは全然いけるかなと思うんですが、なかなかですね5年ぐらい経ってくるとどんなに良い服であってもそれなりのくたびれ感は出てくるかなと思うので、そのあたりの服の状態というところを確認しながら手放すタイミングの目安にしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、これはですねすごく漠然とした言葉なんですけども、なんかしっくりこないと思ったタイミングですね。これまたですね、服を手放すには絶好のタイミングだと思ってるんですね。このなんかしっくりこないという言葉の中には、いろんな原因があるんですね。例えば具体的に言うと、今のトレンド感と持っている服がちょっとずれてしまっていて、なんか古臭く感じるな、しっくりこないなと感じることも少なくないかなと思いますし、あとは今の自分の雰囲気だとか、年代と持っている服のテイストが合わなくなるということも少なくないんですね。例えば10代、20代の頃に好んでいたテイストですね。それがですね、30代後半になって合うかといったら、やっぱり合わないことの方が圧倒的に多いかなと思うんですね。ですので自分の中のなんとなく合わないなという感覚は大切にした方がいいかなと思っています。ですのでそういった違和感を感じたら、それは思い切って手放した方がいいかなと思うので、ぜひ皆さんも一つの目安にしていただければなと思っています。ここでも一つですね、アイテムを出してみたいなと思うんですが、まあ先ほどもお伝えしたこういったブラックジーンズですね。
まあこういったものはメンズファッションにおけるベーシックなアイテムとして1本あれば便利なんですけども、まあやっぱりですね、世の中的に履いてる方がだいぶ増えているので、便利なんだけどなんかしっくりこないなと感じている方も少なくないかなと思うんですね。まあ僕自身もですね、一応持ってはいるんですが、最近はほとんど履くことがないんですね。というのも秋冬になるとこういった細身のブラックジーンズって便利なんですよ。タイトな方が足にピタッとひっつくのであったかいんですよね。ですので防寒の意味でもスキニーとかはいいんですけども、一方で春夏になるとこういったタイトなものって暑苦しく感じたりするので、僕はそもそもあんまり履かなくなっていたんですね。完全にトレンドというところは過ぎ去ってしまって、今は定番的なアイテムになっているので、まあなんか自分の中ではしっくりこないなということが強くて、最近はあまり履いていないんですね。ただこれが NG というわけではないんですよ。ベーシックで使いやすいので、ぜひ皆さんには持っておいていただきたいんですが、人によってしっくり来なくなるタイミングっていうのは来るのかなというふうに思っています。僕はこういったブラックジーンズではなくて、どちらかというと、まあこういったスラックス系のアイテムですね。こっちの方を重視して履くことが多いですね。まあシルエット的にもあまりタイトではないので、今っぽさというところも感じられつつ、センタープレスが効いていることで、まあ程よく綺麗感も漂うので、こういったパンツの方が僕の中ではですね、しっくりくるんですね。たまにはですね、ぜひ皆さんにもクローゼットを開けて、これはしっくりくるなとか、これはなんかちょっと今の感覚とは合わないなというのをですね、大きく2つに分けてみることをお勧めしたいなと思っています。まあそういったなんとなくの感覚で自分に今合うかどうかというのが結構簡単にですね、振り分けられるので、ぜひですね、なんとなく合うか合わないかという感覚の部分もぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。はい、続いて4つ目のですね、服を手放すタイミングなんですけども、これはですね、1年間というところを考えて使わなかったものに関してはもう手放すタイミングかなと思っています。まあ1年間というと春、夏、秋、冬とあるわけなんですが、その中で使わなかったら、そのアイテムを2年目以降に使うことっていうのはほとんどないかなと思っています。僕もですね、自宅にも服があって、なおかつ今撮影をしているこちらは事務所になるんですが、こちらにもクローゼットがあって、その2つの中に結構いろんな服があるんですが、その中でもですね、やっぱり身につけてないものってあるわけなんですね。僕自身はですね、結構断捨離するのが好きなので、いろんなものを手放しているんですが、それでも気づけばですね、これはしばらく着てないなというものが出てしまうわけなんですね。まあそういったものは結構積極的に売ったりだとか手放してるんですけども、今日たまたま見つけたのが、こちらのアイテムなんですね。なんだかわかりますかね？はい。こちらはですね、ネクタイですね。まあネクタイ僕は好きでいろんなものを持っていて、まあこれまでですね、3、40本もっと買ってるかな？ 50 本近くは買ってきたかなと思うんですが、まあ今はですね、仕事の環境というものがより変わってきて、ネクタイというものをする機会というのはほとんどなくなったかなと思っています。僕もですね、取材の時なんかにですね、ちょっとカチッとしたスタイルで臨むことが多かったんですが、それはですね、見ていただいている方も割とビジネススタイルとしてネクタイをすることが多かったので僕はしていたんですが、もう最近はですね、クールビズというものもすっかりと浸透しているわけで、こういったネクタイをしないという方もですね、だいぶ増えているので、僕もですね、ほとんどする機会がなくなったんですね。スタイルとしてはネクタイがあるスタイルは好きなんですよ。ですがあまりにもする機会がなくて、まあ今日持ってきたネクタイに関しては、まあしっかりとしたいいものではあるんですが、なかなかする機会がないんですね。こういったものを思い出としてアーカイブとして残しておくのも、まあそれはそれで価値があるかなと思うんですが、やっぱり使わないものに関しては手放すということはすごく重要かなと思うので、これは近々手放していきたいなというふうに思っています。まあ皆さんもネクタイはですね、たくさん持ってると思うんですが、本当にですね、たくさん持っていても、その中でよく使うものってめちゃくちゃ限られてるんですね。例えば100本持ってる方でもよく使ってるネクタイってよく考えてみると5、6本以内だということも少なくないので、ぜひですねネクタイなんかは数を減らしてもいいかなと思いますし、1年間経って着なかったものに関してはとことん手放した方がいいかなと思います。まあもったいないなとは思うんですけども、ずっとクローゼットの中に置いておくという行為自体もめちゃくちゃもったいないですよね。というのも、そのもの自体も誰かに使ってもらった方が確実にいいかなと思いますし、クローゼットの空間も限られているわけなので、そこをですね、パンパンにしておくとですね、服を選ぶのがめちゃくちゃ面倒くさくなるわけなので、クローゼットの中に隙間を作ることはすごく大切なんですね。
ですので1年間使わないものがあったらそれは手放すことで、なるべくですね、空間を作ることを優先した方が僕は圧倒的にいいかなと思うので、ぜひ皆さんにはこの1年という一つの区切りで服を手放すですね、一つのタイミングにしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはですね、服を買ってから5年以上経ったらもうこれは手放すタイミングかなというふうに思っています。今回持ってきたのはですね、こちらになるんですが、まあこれまたですね、スーツですね。まあ本当にですね、スーツって着る機会、僕自身は多くはないんですね。本当に冠婚葬祭だとか、先ほど言ったように取材の時に着ることが多かったんですが、最近はですね、こういったカチッとしたスーツ、しかもこれはですね、スリーピースになっていて、よりクラシックなスタイルなんですね。まあすごくいいもので、こちらはですね、ビームス F で買ったものなんですけども、ネイビーで使い勝手が良くて、すごく気に入ってるんですが、でもですね、着る機会がほとんどないんですね。で、先ほどからお伝えした通り、結構ですね、最近はスーツを着る機会、皆さんも減ってると思いますし、こういったものではなくて、ネイビーのセットアップで対応できてしまったりするので、意外とですね、クラシックなスーツというのは、そんなに使わないかなというふうに思ってます。本当にね、これもあんまり着てないんですよね。多分買ってから5、6回ぐらいしか着てないんですけども、もうですね、5年ぐらい購入してから経ったので、そろそろ手放すタイミングかなと思っています。まあ久々にこの前着てみたらですね、やっぱりしっくり来ないんですね。というのも服っていうのは着慣れるか着慣れないかっていうのもすごくあって、僕にとってこういったクラシックなスーツって着慣れてた時にはですね、すごく似合った気がしたんですが、今はですね、全然着なくなってしまったので、精神的にも肉体的にもですね、こういったものが合わなくなってるんですね。ですので、もうしばらく買ったけど使ってないなというものだとか、いかに高くても、いかにあまり使ってなくても、そういったものが5年を経たら、僕はそろそろですね、手放していいタイミングなのかなというふうに思っています。まあ5年のタイミングにはいくつか理由があるんですが、もう一つの大きな要因としては、やっぱりですね、くたびれてくるんですね。5年間気に入って着倒したとしても、やっぱり服としての状態はだんだんですね、くたびれてくるので、それが清潔感が漂わなかったりだとか、古臭く感じられたりするものなので、やっぱりですね、5年の壁というのはなかなか越えづらいなというのは改めて感じています。よくですね、いいものを買って一生もののように大切に使おうということは言われるわけなんですが、やっぱり今の自分にどんなものが合うのかだとか、今の時代にどんなものが合うのかというのはですね、なかなか想像ができないもので、僕はですね、5年先の自分にどんなものが似合うのかは、全く想像ができないなと改めて感じているわけなんですね。今から5年前の僕はというと、30代前半だったわけなんですが、今から5年前にこのような大きなライフスタイルの変換があるとは誰も予想をしてなかったと思うんですね。去年からつくこういった大きな変化が起こることで、全然ですね、自分の気分だとか時代のトレンドだとかそういったものも変わってしまうので、あまりですね、長い期間を見越した買い物というのはですね、僕の中ではしないようにしようかなというふうに感じています。まあどんなにいいものであっても3年から4年ぐらいの間で楽しもうという方が今の自分だとか今の時代に合った服選びができるかなと思うので、この5年というですね、基準も皆さん参考にしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では服を手放すタイミングについて5つの基準をですね、皆さんと一緒にシェアをさせていただきました。どれもですね、そんなにハードルが高いものではないかなと思うので、そういった基準を持ちながらクローゼットの中を開けてみて服をですね、選別していただきたいなと思ってるんですね。そうすると多分ですね、手持ちの服のほとんどがこれはもう手放さなくちゃいけないなというふうになってしまうかなと思うんですね。それはそれで悪いことではないかなと思っていて、やっぱり年齢を経るごとに着る服というのは大きく変えるタイミングって来るかなと思ってるんですね。特に僕らのような30代後半から40代の世代にとっては、どこかのタイミングでガラリと変えることも必要かなと思うので、まあこういったタイミングで一つですね、断捨離をしてファッションをリセットするのもいいかなと思うので、ぜひですね、今回の基準を参考にしながら、どんどん服を手放して、そして今の雰囲気に合ったものを買い揃えていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。
大山旬のメンバーシップチャンネル